クジラガレージです。いつもたくさんのご視聴本当にありがとうございます。今日はですね、ちょっと特別な企画というか先輩とのコラボなんですけど、ちょっとね、まあ前々からずっと、もうずっと前から計画してたことで、まあ先輩のところにね、ちょっと遊びに行ってサプライズというか、まあドッキリっていうか、まあドッキリではないね、サプライズをね、ちょっとしようかなと、ずっと計画を練っていました。まあ何かというと、まあ以前ね、まあ僕が YouTube を始めたきっかけっていうのが、先輩の勧めというかね、クジラさんも YouTube やるよってずっと言われてて、まあ最初全然乗り気じゃなかったんやけど、まあ やるよって強く勧められたっていう経緯があって、まあ今に至るんですけど、まあ YouTube やって、登録者1000人、皆さんのおかげで達成することができて、その時にね、先輩から、よいしょ。これね、この、すごい高い高級な手羽先を、サプライズでプレゼントしてくれて、すごい嬉しかったんで、ああ、YouTube やってよかったなって思ったんで。で、まあ、そのお返しじゃないんだけど、まあ僕も YouTube やり始めて、まあわずかですけど、まあ収入を得ることができました。で、まあ先輩の全然まだ足元にも及ばない、全然まだまだね、駆け出しの YouTuber ですけど、まあちょっとお返しできるタイミングが今じゃないかということで、今日ね、プレゼントを用意したんですよ。あんやつね、なんかやたら文豪牛、文豪牛ってずっと言おうやろ。何がいいか知らんけどね。はい、こっち。前がこっちね。文豪牛のね、ブルゾンを特注で作ってもらいました。まあ、あと、まあ、これはちょっと、ちょっと遊びで買ったやつだけど。まあ、今日ね、文豪牛を食べさせてくれるっていう前振りがずっとあったんで、バーベキューしようっつって、文豪牛食わせろってずっと言い続けていて、まあ、その日が今日になって、あ、まあ、ちょうどいいタイミングだなということで、文豪牛を食べに行く、先輩のところに食べに行くのが、まあ、本編なんだけど、まあ、本来の目的はこの文豪牛のジャンバーとこのキーホルダーをプレゼントするっていうことが本来の目的で今日に至りました。まあ、ずっともう1ヶ月ぐらい前から計画してて、まあ、タイミングをずっと見ててね、文豪牛ちょっと食わせろってずっと言い続けてて、まあ、今日になったんだけど、ね、もう最初にもうネタバラシしておきますんで、皆さん先輩のリアクションと、まあ、まあ僕も どんなリアクションするかちょっとわからんんだけど、まあ楽しみにしとってください。まあ今からちょっと仕込みね、箱に入れたりとか仕込みしないといけないんで、まあそれ終わってから先輩のところに今から行きますんで、その間はちょっとスキップします。相変わらず怖えな、この坂は。水じゃんじゃん出ようや。大丈夫かな、これ。ケトラジャメならきどけ作れんかな。軽トラジコーナー、ラジコーナー悪いやろ。あ、段取りがいいなねや。いいね。え、火がつかんわ、煙がもこもこして。扇風機ねえんな。え、扇風機は。いい扇風機見しちゃう。俺いつも使えるやつを。見る。だいぶモザイク入れてよ。いや、モザイク俺入れきらんのじゃん。え、映ったら悪いもんがあったら悪いわ。悪いもんのじゃん。俺オフィス見る。これだいぶアマゾンの箱捨てたんで、だいぶ燃やしたんで、高性武器やろ、レトロやろ、これもう現役でかっこいいやろ、もう新しいの買い切らん、いやこれがいいやろ、これがいいだろ、やばいな、新しいの買い切らん、バロンじゃ、何のバロンじゃ、知らんバロンチなんな知らんのじゃん、これじゃん、これなし、これボタンがいっぱいあるんな、これもうハイテクじゃん、ハイテクじゃな、ボタンの上じゃん、え、これで、あれ
あそこな、うん、光線すいっぱいボタンがあるボタンがすげえな、うん、これ当時多分当時のあのハイスペックの扇風機やわな、うん、そうと思うよ。だからいろんなタイマーとかついてる当時にしてタイマーとか。ああなるほどな。いやこれす普通のほら扇風機ってガチャガチャってそうそうこれやろダイヤルのな強弱中強ぐらいじゃねえな。これすげえな。すげえじゃろ当時にしたら多分ハイテクやったと思う。あのもう昔のパソコンって感じやな。ああそう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 。これすマジ、まあ、下荒いな。えこれこのホコリな。いやすぐ焦げになるの。アルミだってのホコリなの。まあそうじゃん家の中はホコリある。これいいわ。これじゃろ。ああ、これ大事にしときない。俺も素敵なの。もう未だにこれ使うよ。いやいや、いいのもあるんで。いや、それはそうやろうけど。ああこれがいいや。そうじゃろ。いや、いつか見せちゃろうと思う。いや、これはちょっと、しぶすぎる。あの、レトロ好きにはたまらん。たまらん。これ、いつか見せちゃろうと思うんだよ。これもう欲しいなるわ。これじゃろ。うん何こうじきたの。いや、大したもんこちらなんだよ。玉ねぎです。あ、それ違う、そこで誰これ見ようか。あ、大したのこと誰。いやいや、もうあれ準備できんかったっけな。これは何、焼くんな。え、これ焼くんな。それ焼くで。そうなん、うん、これも焼くんな。それは焼きなもん、みんな焼しまえよ。そうなん、うん、これは何するんだ、これ肉かくらいやねんな。ポン酢、うん、ポン酢とカボス果汁な。ああ、生果汁じゃん。試してみてかったり、ね、これは何だ。タン塩、うん、タンな、うん、あとあれじゃん、何だこれが、これはあれあの農業女子が、え、農業女子がな、うん、あの餅でつって何しで農業女子ボンタンが好きなの。そうだろ、ボタン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 目みたいな。怒られるで。怒られるな。カットしてな。いやせ。怒られるんだ。あ、あとこれ、あの、俺とこのプロの農家さんが作った。お母ちゃん。本物の野菜じゃん。母ちゃん作ったやつやな。うん、あもうあの無農薬で、市場には出回ってね、本物の野菜じゃん。あ、こら立派や。うん。ちょっと焼いてみようで、玉ねぎとかナスとか焼いたらうめえと思うで。おお、そうじゃん。うん。うん、野菜やろねえやろ、どうせ。そうねえよ。あ、これがいいな、もう焦げして、もつんじゃうからな。それ、あの、そこ、時に、あの、ぶら下げときな。ああ、ぶら下げとかな、痛むきや、うん。これで、一個嫌いで。あ、一個でいい。今、持ちからんでいい。いやいや、やるわ。あ、そうなの。うん。食いな。調理や、キュウリやろ、調理切るな。キュウリ、うん。切るだけじゃね。そのままもうかじんな。え、そのままかじんな。歯が潜るわ。歯が潜るわ。そうな。まあいいや、まあちょっとね、やろうか、うん。もう朝から何も食うてねえ。朝から、うん。もう2、3年目、飯食うてねえわ。飯食いきらんのね。気持ちいいんじゃ。そうだ。はい、肉食わせな。え、はい、肉食わせな。あ、まあ、ちょ。今、先輩野菜切りに行った。はい、いつタイミング、いつ渡そうかな。取るよな。取るよな。肉、豊後牛が。野菜は見せないか。え？野菜今ちゃんと取ってない。地味な。こんもうあのいいのこのトゲがいてんやな。ああそうじゃな。新鮮なやつはトゲが。そうそうそう。今こうもうトゲがすげえねえわえ。キュウリあの一枚ぐらいになるでしょうか。あ、雨が降りてきた。あ、なんだ。こう、ナス。おーい。大きい。立派なナス、これ。あ、なんだ。テーマは文豪牛じゃん。文豪牛な。さあ、そうじゃん。テーマは文豪牛。うん。オッケー。まさかイノシシ肉やら紛れ込ましてらんねやろな。じゃあね、見ないで。かわいいな。俺今日いるんで、文豪牛。文豪牛の、あの、申し上げたいるんで。うん。
はい、文具牛壊せないもん、だらいい。だから文具牛するな。いや、まあまあ、ね、ちょこっとだけな。これちょっと片付けようかな。いいんじゃ、いいんじゃ。じゃあ、先にな。もも。え、文具牛、もも。もも。ついに来たか、文具牛。もも。170g。ももな。これでも切り落としやげな。切り落とし。ああ、はぎれやな。うん、はぎれ。うん。文具。ちょっと間違えない。なんだ。クジラガレージ。プレゼント。お、プレゼント。うん。プレゼントいただきました。プレゼントっていうかな。あの、俺ほら、うん、YouTube 始めてから収益が出だした、うん、それの要は初任給じゃん。ありがとうございますクジラさんの初任給でなんかプレゼントいただきました。開けてみよう、開けてみようありがとう。なんかまたボヨーンとか出てきてるな。ボヨーンはね、ボヨーンはね、ねえねえねえ、ほんと、うん、ここ開けたら農業女子が出てくるとかね。農業女子入るわけねえよ。ちょっと、うん、いきます。あれえ、ちょっとなんなどけなっちゃうんだ。もうこれだ、アマゾン並みじゃわこれアマゾンと一緒じゃん。そうだろ、アマゾンの手法と一緒じゃん。いや、俺はもうそれに乗っ取ったんだこれ過剰放送や。箱がなかったんじゃ、それしか。箱がそれしかなかったんじゃ。文豪牛。文豪牛。あ、いいわ、ええで、うん。いや、ねえんで、それ、なかなか。いや、これ初めて見たで、こけな。売り寄らんのじゃ、そのネットでこうだけどさ。やっと1個見つけて。そうじゃろ。うん。あ、でもこれフリーな。いや、多分な、結構前に出たやつだよな、うん、だけど流通してねえんよな、多分。おお、これはまあこんな立派な箱でありがとうございますアマゾン商法やこれ。肉うまっ、しまった、大事なとこ取れてなかったポン酢今、歯が出たんじゃねえんだよ、今何が出たんだ、今鼻出たんだ。タレランド相変わらず締まりが悪いな。ポン酢な、なんかあのまあ使えるわな。ポンがな、うん、減ってきたやん、うん、急いで空気じゃん。そうじゃん、どうすまらすね、うん、ちょっと、いや、ちょっと待ちな。はい、おとりをはい、これがメインじゃん。これメイン、それがメインじゃん。これがまあ、だまさの情報いただきましたいや、さっきのあれ、おまけの。あ、そう、うん、のしがみこがついちゃえ。つけたね。なあ、ありがとう。じゃあ、本当はお礼って書くつもりがお祝いになったけどね。お礼じゃん、あの、お礼な、うん、YouTube は俺がやるきっかけになってな。ああ、うん、頑張ってください。うん、頑張る、うん、もう、バイトしてたら追いつくで。そうじゃ、追いつかるわ、うん、あ、今度なんか違うやん。いいやろ。なんなん、えこれはなんなん、これはなんなん開けちみなよ。おこれ、え、時間かかったんで。おちょっとサイズ大きいかもしれんけど。おお、いや、これ文化球ブルゾンこれはサイズは L L ならいいよ。L でいいな。いい。うん、すげえな。土業師手に入れたのこれ。そう言われ。え、なかろえ、こけな。特注じゃ。そうじゃろ。うん、あ、ちょっとでけえけど。いや、まあ、まあね、オールシーズン切れるようにって思ったんやけど。そうじゃ、うん。本当はな、ジャンバーもあったんや、いいのか。あ、本当。よし、それちょっと無理やったけど。おそこ刺繍で。あ、ここオソロじゃん。そりゃそうじゃ。オソロで。あの、公式の。公式のじゃん。公式の本物。本物、うん、まあまあ、その本物か偽物とかねえかもしれんけど、うん、一応その公式のユニフォームじゃん。好きよ、これ。特注で。これ。恐ろや、これ。あ、文具牛 TV じゃねえけど。
そうじゃない。これ、ほら、取るよ。ああ、いい取る。これな。あ、肉焼きなよ。そうじゃ。ああ、でもありがとうございます。うん、あ、いい、うん、いや、ほんのお礼やけな。いやいや、うん、本当に大したらもうできんけど。いえいえ。これ、カザーチョコ。必ず切らない、切らないかんない。切らない。よそ行き時期な、よそ行き時期。よそ行き時期るわ。そう、畑にきちったらやめろ、気がする。そうじゃな。いや、本当はな。うん、それに、東京行くとき切るわ。空調服のあれをつけたかったね。ああ、それはいいか分からない。そこまでちょっとできんかな。これ、東京行くとき切るわ。何で言う。じゃあ行くで。よし。次は、な。バラ。バラ、文具バラな。どうしてくれ。あ、値段上がってきた。あ、そうなん、うん。あ、これがメインやったな。え？プレゼントが。そ、そろそろじゃ。あ、そうなん。うん。肉はまあ、肉はまあ、文具牛と合わせてな。うん。まあ、それに比べたらこれは、ちょっと濃いわな。味が。これで、あの、何？おじな。え？おじな。まあ、口なん。今かも。今かも。この、これなんかな、バラ？うん。相当肉はしっかりしとんな。しっかりしとんのよ。うん。焦げもんかな？わからんな。うん。あ、うん。あれ。これ、今日何の動画なの？え？今日は文豪牛スペシャルだ。なんかメインがねえと悪いんじゃねえの。何のメインだ。いいよ。ただ食いよだけだ。いいいい。何でいいよ。ほら。もうボンタン、ボンタン飴食いな。うん？ボンタン飴せっかくくれたんやけど。肉食系農業女子が。うん。なしボンタン飴。なんか知らん。謎じゃん。はに、あの、うん、上顎にひっつくいきなそれ。透明なやつが。これ、これ見て。ボンタン飴やろ、うん、これ、でも、ここ、ブンタン飴。うん、あの、ブンタン中。ブンタンやったっけ、ボンタンやったっけ、なんか、みかんだわ。あ、これがブンタン。うん、そう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 。柑橘、うん、柑橘の、みかん、みかんやったかな、どっかの。あ、そういうことな。ちょっと調べたんよ。うん。ボンタンなんか、ブンタンなんかっちゅう、こっちゃわ、なんか。南国、これなんか宮崎っぽい、ね、南国特産って書いてるけど、うんうん、宮崎分担、分担のみかんを、うん、多分なんかエキスかなんかってことじゃないの。宮崎はこういう柑橘がやっぱ盛んやけどな、うん、あ、食いにゃもんいいけど、え、そう、いろいろ選んでいいけど、あ、食いにゃ製造元どこなの。鹿児島じゃん、うん、やかんじいな。これ、え、一個、一個ね、焦げ物な。いや、知らない、知らない、焦げ物じゃないの。美味しい。いただきます。美味しいな。あ、懐かしいわ。あ、懐かしいだろ。懐かしい。子供頃よく食いよったわな。歯にひっつくわ。ひっつくんじゃん、それ。ここまた歯が取るわ。ここまで、歯に歯が取るわ。ありがとう、ゆうじきな。ありがとうございます。うん、あんまりいじめんでください。ガツガツ混んでください。来るけんな。まあ、今日も本当来たかったらしいんやけど、すごい。ほやろ、うんうん。肉に食いよったけどな。こ、うん、んだけ肉食系やね。大雨、大雨よ。なんだおかしいよな。あらっと晴れたり。はい、先輩のところで文具をいただきに来ました。で、サプライズをプレゼントを、はい、渡しました。ありがとうございます。喜んでいただけたようで。これね、ブルゾン。ブルゾン。ジャンパー。ブルゾン。あんまりヒント。やめ、やくんで。文具を焼くんですよ。ありがとうございます。はい。あのね、東京出張の時買う、着るわ。東京シチュアラあるんだ、ええ、お前だ、フレンに行くぐらいじゃん。そうじゃん。フレンに行くぐらいじゃん。よそ行き行きな。あ、よそ行き行きるわ、はい、うん、はい、ということで、
プレゼントを渡して、美味しい文豪牛を、ご馳走になりました。今日ありがとうございます。ごちそうさまでした。いやいや、美味しかったです。美味しい野菜と、うん、はい、本当にありがとう、うん。美味しかったね、やっぱ。うん、美味しかった、うん。また今度ちょっとみんなで集まって、バーベキューしようかな。このドラム缶で。これな。はい。ということで、今日はこれまで。ありがとうございました。また次回まで。もう終わり方これ。